はい、どうもクラウドです。というわけで今回は、待ってください。はい、スタートダッシュ決めれましたギリギリ決めれました。はい、まあそんなことはいいや。今回は、受験生に向けての、動画ということでね、それをしながらマリオカート戦をしていきますと。はい、あのなんかいじめられてますけどね。はい、今のは気のせいでだと思いたいです。はい、気のせいです、絶対に。はい、気のせいじゃなかったかもしれません。はいまあ、受験生はこういうことにならないように、妨害されないようにね、あのマリオカート7やってることが妨害になってるかもしれないんだ。はい、まあそういうことです。はい、てかそんなことよりチーターがいますと。そんな感じですけど、はい、どうしようかな。これトゲ保持してたらなんかいい感じになんないかなと期待してるんですけど、ちょっともうちょい耐えたいけど、まあ一回耐えなくて、あ、使うのよかったかもしれないな。まあ追いつけたら追いつこうか。で、はい、受験期の話ですね。まあ夏を制するものは、受験を制すっていう感じで書いたんですけど、まあ正直言って夏って言っても結構遅いっちゃ遅いけど、部活とかやってた人は多分ね、春くらいまでは多分部活しないといけなかったんじゃないかなって感じで、やっと、まあ、受験に向けて勉強頑張るぞ、みたいな感じ。なんだっけ、セブンじゃねえや。なんだっけ、中学生も、高校生もそんな感じだと思うんですよ。あ、ちょっと怖いね。裏取らせてくれてありがとうね。まあ、そんな感じなんで、はい、ちょっと、もうこのレース、なんか、ようわからん、チーターと妨害見て終わっちゃいましたけど、はい、まあ、はい、そういうことです。次のレースからその、僕の受験期の話をやるついでにね、皆さんにそれをね元にね、まあ、頑張ってほしいってなっていう意味を込めまして、はい、適当に話していきます。はい、まあ決して僕のを参考してはいけないというそういう感じの動画でもありますんでね。はい、というわけでなんかちょっとようわからん部屋ですけど、なんで僕はあんなにいじめられて1位取ったかよくわからないですけど、はい、まあ、この部屋で走っていきます。はい、ネスメミューパーミラーです。まあ、夏ね、まあ、夏休みって言っても、あともう1ヶ月くらいしかないと思うんですけど、もう、てか、もうできてないとまずいよね。もう勉強。っていうことを思っていてほしいなって思いますけど。まあ、まだ1ヶ月あるから、まあ、なんとかなるかもしれませんけど。まあ、本当に、ね、この夏、まあ、最低でも、いや、わからんな。人によるな。勉強にクソ集中できるんなら、そんなね、毎日10時間とか関係ない。結局は質と自分がどうやったら、そのね、まあ、覚えやすいかみたいな、まあ、人によるからね、結局、その勉強手段っていうのは。だから僕はそういうね、これやった方がいいよ、みたいなことは言えないし、てかそもそも俺は頭良くないからそういうこと言えないんですけどね。まあ、そんなんですけど、まあ、とにかく、まあ、この時期に、ね、まあ、この最大の休みでね、そもそも勉強できないって時点でもう終わりなんで、はい、そこだけは思っておいてください。はい、という僕は、できてたかって言われると、全然できてませんでしたんで、はい、許してください。なので僕はこうやってマリオカート7を毎日動画投稿しているという、そういう感じになってますんで、はい、許してくださいね。まあね、俺の話してもあんまり面白くないかもしれないけど、俺はね、この受験期、まあ中学も高校もかな、まあでも高校の方がめちゃくちゃ大事じゃん。正直中学はもう俺どこ行くか決まってたようなもんなんでね、すごい田舎なんで、ここ取ったらここ行くだろうみたいな感じで、まあ普通の高校行ったって感じなんでね。まあ高校から大学に向けての、まあ大学受験が一番ね、大事な時期だと思うんでね、まあそこで、まあどうするかっていう話だと思うんですけどね。まあ中学の話からするか。中学校は別にね、どこ行ってもいいと思うよ。本当に。あ、中学っていうか高校か。だから高校生になって、それで大学に向けてどう頑張るかだと思うよ。そんな進学校とか別に行かなくてもいいと思うからね。まあ、結局は、自分の勉強の仕方とか、そういうのが分かれば、すぐ分かればね、自分が覚えやすい分かり方さえ、まあ、コツさえつかめば多分ね、勉強とかできると思うんですけどね。はい。まあ、中学の話はそんな感じにしようか。まあ、中学はそんな僕は勉強してません。はい。テスト勉強とか、あ、違うわ。受験勉強とか全然してないけど、まあ、普通に受かったって感じですね。いや、てか、まあ、毎日普通に、
授業だけはちゃんと聞いてましたんで、はい、そういう学生でした。はい、そのあんまなんか、うん、もうちょい言いたいことあるんだけど、あんま喋れねえな。まあいいや。まあ、僕の勉強方法は本当にピンキリなんで、授業中はちゃんと真剣に聞いてて、家はもうゴロゴロしてゲームとかばっかりして、でテスト週間になってテスト前日になったら本気出すみたいな、そんな感じの、やり方だったんで、本当に参考にしない方がいいけど、まあ、瞬間的に覚えれるんですよね。うん、まあそれでなんとか、うん、高校生、いやまあ中学生もそうだけど、うん、なんとかしてきたからね。うん、だからそういうやつらがね、本当に受験ってなったら、まあ膨大な、ね、知識を得ないとダメじゃないですか。絶対忘れるんですよ、そういう瞬間記憶ってね。前日でやって、うおーってやって、ああなんとか耐えたわみたいな感じはね、うん、あやべえこれ赤コーラ投げられたら詰めは、うん、ちょっと投げないでお願い。あ、忖度されてる、ラッキー。そんな感じなんで、まあ、俺みたいな感じでやってる人たちはちょっと注意してほしいなって思いますね。まあ、だからこの夏に、まあ、集中力を鍛える、うん、そうですね、そこら辺、まあ、頑張ってほしいなって思いますね。うん、まあ、そういう勉強方針だったので、僕は、うん、夏休みに全然勉強できなくて、結局いつも通り適当に勉強して、うん、そんな、ね、プレイ時間っていうか勉強時間増やして、まあゲーム時間ってかゲームをしなくなったんですけど、その分 YouTube とかニコニコを見てたっていう、そういう感じだったんで、まあ結局意味なかったわけなんですよ。はい、本当にね。うん、あ、これはラッキーだな。うん、コインも3枚しか入ってないな。まあそういう感じでしたと。うん、いやー、これ、グラフ取ってくんないかな。よし、OK。赤さんの人が来るか。うん、いやー、無理だ。1個目を受けたかった、せめて。うん、まあ、せめてバナさん食らわんように頑張りましょう。まあそんな感じなんで、はい、僕の勉強方法は参考にしないでください。てか、参考にっていうか、うん、実際いいところに受かってないんで、てか、みんなもね、いい大学行った方がね、いい子たくさんいるからね、そう思っていてください。はい、うん、エグラなんて行かないように。まあ、自分なりの方法を見つけて、てか友達作って、まあ、今から友達作るのはあれだと思うけど、まあ、いいライバル見つけてね、その人と共に勉強したり、ね、図書室デートしたりしてください。あ、今はそういう感じも無理なんかな。なんかね、図書館行って勉強し合うみたいな、ね、コロナだからもう家でひたすら勉強するしかないんかもしれんけどね。うん、まあ、大変ですね、今ってか、うん、今年、去年の人たちは本当に。まあ頑張ってください。ラスで行きましょう。まあ僕からね、言えることは本当にまあ勉強しろっていう話なんですけどね、うん、まあコツとかはまあ他の YouTuber でも見たらいいんじゃないですかね。って感じですけど、うん、まあまずはね、まあコツとしてはね、簡単な問題から1日上かな、うん、最初の1時間的な感じはね、簡単な問題からやっていって、で、どんどん、うん、乗ってきたら、ちょっと難しい問題を解いていくとか、まあ、それは数学の話か。うん、まあ、やり始めの話だよね。うん、まあ、でも、それも人によるか、うん。やり始めはできるけど、集中力は持たないんですとかね、そういう人たちもいるからね、結局、まあ、自分に合ったね、勉強方法をやるのが一番いいんですよね。うん、これ、当たんないかな。無理か、届かんか。まあなんで、まあ、人によるんで、はい、自分に合ったね勉強方法をやってください。うん、で僕から言えることは、うん、まあ、この夏に、まあ勉強方法、うん、まあ結構遅いっちゃ遅いけどね、やってる人はなんか中2とか高2の後半ってか夏休みからやってるみたいだけどね、僕はそんなことはなかったんですけどね。うん、それはうまいな。そう来るとは思わんかったな。ちょっとその意外な行動で僕は負けました。もう1位も取れません。ありがとうございました。うーん、俺が6位割りしたいな。とりあえず、あー潰した弱え。あ、なんて話しちゃったっけ、忘れたや。忘れちゃった。あといい大学にね向けて頑張ってください。はい、僕からは以上です。ありがとうございました。そして今回はいい順位が取れなさそうなんで、はい、許してください。初手だけでした。僕の人生と同じようです。
いやでも僕は運だけで生きていくんで、はい、頑張りますよ。ここでスター引けないか。まあぼちぼちの順位は取っていきますよ、僕の人生のように。マリオカート7が人生と言っても過言ですけど、いや過言ではないかもしれない、わからない。あ、どっか行ってる。あー間に合わんな、さすがに。これはせめてこの人には抜かされないように頑張ろう。まあ人生は3位でいい、1位なんてね、そんな大変なところにいるよりかは3位くらいでいいっていう、そういう感じの動画でした。いやそうだったんでしょうか。はい、まあ受験生の皆さん、この夏マジ勝負なんで、はい、頑張ってください。ここでやらないと、後々大変なことになるんで、はい、今頑張りましょう。お疲れ様でした。